燃料入れてる間はね、だいたい暇なんで洗車しましょう。この箸器もね、新品で買ったのにね、まだ一回も洗ってなかったですもんね。しかしこの光の反射が妙にリアルですよね。この質感が、その綺麗に反射しないところを見るのがね。種補給です。まああとどうせ何回かね、種補給来なくちゃいけないでしょうからね。自動散布率は有効になってますね。自動走る率も有効になってますね。 OK ですね。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。もうそろそろ多分いっぱいになるでしょう。2回目の回収に行きましょう。早いね、やっぱ45フィートは早いですよ。まあ、本来であればね、もうちょっとちっちゃいやつでもいいんですけどね。まあやっぱ時短は命ですから、その分ね、いっぱい作業量増やせますからね。はい、最初のね、大津麦畑終了ですね。そろそろなんかあんまり収穫量なさそうだよね。もっとね、どん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 ね、増やしていってもいいかもね。じゃがいもとかさ、人参とかそういう根菜に比べたらさ、全然あれですから。まあでもそろそろアメリカ暴風なんですよね、多分。そういえば最近見てなかったけど、アメリカ暴風補給しとかないとな、保存食工場に。はい、じゃあお願いします。2つ目、とりあえずじゃあ思い立ったがあれっていうことで、これをね、穀物工場に放り込んで、とりあえずアメリカ暴風の納品いきましょうか。まだ多分大量に在庫あるはずだからな。30万ちょっとは残ってたでしょ。むしろね、ポテトチップス工場のジャガイモの消費の方が早いんだよね。はい、はい、行きましょう。ここら辺の木もね、カットしとこうね、何本か。ちゃんとね、出入り口っぽく作んないとね。ほら、32万残ってるもんな。うわ、チャレンジャーがある。チャレンジャーめちゃめちゃ欲しいんだけど。めちゃめちゃ欲しい。まあとりあえずはやめときましょう。はい、アメリカ暴風溜まったんでね、行きましょう。ちゃんと道を通ってきますか。まだ在庫残ってんのかな。なんかしばらくほったらかしにしてたから在庫なくなってるような気がするんだよな。あ、違う、道間違えた。まあいいや、こっちから行くか。あ、120リットルってほんと切れる寸前じゃねえかよ。よかったよかった。ギリギリね、在庫切れになる前でしたね。あ、溜まった。とりあえず小麦の回収行って、またアメリカ暴風持ってきましょう。だいたいね、24万ぐらい入るんでね、3回運べばね、満タンになりますから。あそこで待ってますね。意外と満タンになるの早かったね。はい、もう細かくね、刻んで納品していきましょう。アメリカ暴風のね、納品のために。はい、ここをギリギリ引っかかんないで出れるかな。やっぱり無駄になるな。ところどころね、この収穫機だと、あ、じゃなくて箸器だと無駄になるね。
だいぶ苦戦してるもんな、バックすんのに。まっすぐバックできてないんですね、単純に。3回じゃねえか、4回分くらいあるのか。3回とちょっとですよね、24万ぐらいだから。今度はね、もう突っ切っていきましょう。こういうダンプアップのやつじゃないで、このぐらいの量だとムービングフロアの方が多分いいだろうね。ムービングフロアのトレーラーとか、今度久々にそういうの買ってみますか。あのね、ウッドチップ運ぶトレーラーとかトラックなんかもね、ムービングフロア採用してたりしますよね。確かにね、手っ取り早いもんね。でもうちのね、近所走ってるさ、チップ運ぶトラック、最近だけど、意外とあの開墾をね、改造してるやつの方が多いんですよね。開墾の上を切っ飛ばしてさ、そのままさ、なんか運んでたりすんの、チップを。まあ確かにさ、あの開墾安いですからね、もう中古品なんかだと相当1本100万しなかったんじゃなかったかな。だからそう考えるとね、シャーシーだけ買ってきて、その適当なね、中古の安い開墾買って上切っ飛ばせばね、詰めますからね。新しく作るとなるとさ、ムービングフロアのトレーラーなんかで何千万かかんだろうって話だから、余裕で間違いなく1000万オーバーすると思うしね。そう考えるとね、シャーシーだけ買ってきてね、上の開墾をね、適当に100万ぐらいで買ってきて、でちょっとね、屋根切るだけで使えるんだったらそっちの方がいいやってなりますよね。お、いっぱいな、また溜まったみたいですね。早いね、今回も。とりあえずこれで3回だから9万2000ぐらいか、19万2000ぐらい。フィニッシュワーク、あ、作付けも終わったみたいですね。最初の畑、どっちかっていうとね、作付けの方が時間かかるだろうからね、そっちの方をね、優先しましょうね。2つ目の畑です。いや、ダメだな、間違いなく肥料が足んなくなるから補給に行きましょう。結構肥料使ったね。だけど、あ、大丈夫か。こっちはほとんど肥料使うか、全く使わなくてもいいぐらいだろうから、肥料が足んなくても大丈夫だ多分。こっちはね、ちゃんとほぼほぼ窒素がないような畑でしたからあれだったけど、はい、お願いします。あ、でも微妙に肥料足りてないところは足りてないですね。過剰なところは過剰だけど、結構ムラがあるね。まあ大丈夫でしょう。クラスの方であればね、もうちょっと楽だになるだろうからね。容量が4000リットル多い分、4000じゃねえかって思うかもしれないけど、意外とそこの4000でかかったりするんですよね。でやっぱりね、バニラ、当たり前だけどバニラが安定してますね、動きは。もう無難。これもね、下ろした後行きましょう。もう一回アメリカ暴風、それで終わりですね、アメリカ暴風は。はい、これでね、保存食工場満タンになりますね。まあでもアメリカ暴風がね、だいぶなくなってきたんでね、翌年もう一回アメリカ暴風やりますか。はい、満タンですね。2万4000余り。あ、やっぱ肥料は大丈夫そうですね、全然。やっぱバックがうまくいってないんですね、単純に。下手くそだな、コースプレイ。はい、終了。じゃあ行きましょう。意外と早かったですね。あ、でもジャガイモ大変そうだな。
結構大きい畑二面ですもんね、じゃがいもは。ここも畑にしちゃうか、悩ましいところですよね。まあいいか、パン工場いっぱい建てるか。とりあえずね、向こうに持ってかねえでね、ちょっとの間こっちで保管しときましょう。はい、じゃあこの中にね放り込んでおきましょう。でこれでとりあえず納品して、今回のね大粒麦の収穫量が判明するわけですけど、あーでもなんかもったいねえな、このスペース見ると。やっぱ畑にするか。よし、来シーズンはねここ開墾しましょう。麦畑6万5000ですね。とりあえず今のとこないんで売却にしときます。パン工場が。はい、これがね本当トラクターの相性なのか、このね破縮機のポテンシャルなのかわかんないけど、まあとりあえずねヘルパーもねバックするのに苦戦してるってことですよ。肥料足りるよな、なんか若干使われてるような気がするけど。はい、ってことでね、とりあえずね今回はねここまでにしときましょうか。もうほぼほぼ終わりんでね大丈夫でしょ。はい、ってことで次回はねじゃがいもの収穫となりますね。まあめんどくさいことこの上ないんですけど、なんかねじゃがいも収穫機をもう一台買うみたいなことを俺言ってたと思うんですけどそんなお金どこにあんのって状態なので、もうしょうがないんでね既存のあの天才収穫機あれでやりたいと思います。それではね今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。